鉄血所属の戦艦。テューリンゲンだと初対面の時に言ったはずだが他に知りたいこと全部 <laughs> じゃあ、どこか座って話せる場所でも探そうか。太陽艦隊のことから、ゆっくり語ろうとしよう。指揮官、お初にお目にかかる。鉄血所属。 戦艦のテゥーリンゲンだ。着任する前に一つ聞いておきたいが、私を機械に置いて、何をやらせるつもりだ <laughs> 別に君を試しているわけではない。何せ、白黒はっきりさせたい勝分でな。ふむ、しゃんとしててよいぞ。その調子だ。すべてのトラブルには、理由やきっかけがある。 無実の人々を巻き込んでいるような事態じゃなければ、それが明るみに出るまで様子見するのが賢明さ。もっと大胆に、堂々と君の見解を披露するがいい。ブーイングするような輩がいれば、その人にマナーの何たるかを教えるさ。うーん、ここだが、君の意見には賛同しかねるな。もちろん、 最後は君の決断を尊重するが、その前に、私の考えを聞いてくれるかどうした見られるのが気になるのか <laughs> そう気を張るな。見張ってたとかじゃなく、ただ君の対応を観察していただけさ。私にできるのは、あくまで提案に過ぎない。決定を下すのは、 指揮官、君だ。<laughs> そん不尊な振る舞いへの仕返しだ。何、君にとって都合のいい私であり続ける必要はないさ。新しい任務かい早く取り掛かった方がいいと思うが、まあ、指揮官である君の予定次第だな。任務完了だ。 報酬の受け取りを誰かに行かせるか人選は任せる。メールだ。できればすぐ目を通して。後でまあ、喫緊のものではないようだし、よしとしよう。出撃ご苦労だ。少し休むそれとも、このまま次の仕事に取りかかるかいどっちでも応援するとも。 委託組が戻ってきた。指揮官が自ら握らってあげれば、母校の仲間たちの指揮も上がるだろ。ふむ、うん、恩に切るよ。十分な事前準備で、勝利を半分手中に収めたようなものだ。損害が予期したものよりずっと少ないな。大変よろしい。相応の仕返しを用意してまた来るさ。 負けたままで痛くないのは、人の差だろ。決まったいい腕前だが、私に勝つのは簡単じゃないぞ部下として支えはするが、いい顔をする期待はしないでくれ。私も含めて、君の考えに干渉するのは誰だってできないさ。もちろん、立場や価値観。 情報の差から疑うことはあるが、それは決して君の権限を否定するようなものではないのさ。君の決断を全て是とするわけではないが、その過敢さには関心しているよ。艦隊の指揮官たる者、こうでなくてはな。指揮官、今日の予定は、あ、別に仕事なではなく、プライベートの話だ。 何率直に言えば、お互い暇そうならお茶でもしないかって誘いだが。相性がいいからか、仕事でもプライベートでも、君と一緒にいる時間は心地がいいな。意見の相違が出てきたとしても、すぐに分かり合える。これからももっとうまくいくはずさ。この手のものは、二人の気持ちが向き合う方が成り立つ。 つまり、互いをパートナーとして認め合ったってことだ。異なる考えが出ていようが、手を取り合えば乗り越えていけるのさ。<laughs>